さて、空飛べるようになりましたね。で、魔王城行こうとすると、このね、闇の結界、これがね、邪魔していけないんですね。ほんじゃ、ハテナハテナ出てるんでね、ここ行きましょう。ハテナハテナに降りますか？降りていく。空島だね。天空に浮かぶ島、長老様の夢の通りならここに闇を打ち払う力が。何でしょう、見たところ神殿のようですが、私たちがこの地に導かれたことには何か意味があるはず。皆様、あの神殿に行ってみましょう。よし、行こうぜ。あれ、みんなついていかない。ほんじゃ中入っていきましょう。なんか笑ってる扉だね。おい、何者か知らねえが出てきな。そこに隠れてるのは分かってるんだ。見えてるよ。つぶらたん、人見してるな。なんだこいつ。なるほど、兄ちゃんがそうなのか。オイラは神の民だよ。神の民、なんだそれ。インフンでんね。そっか、最近の地上人は知らないんだな。神の民はロトゼタシア創生の時代から世界を見守ってきた天空の住人さ。マジかよ。けどそんな大層なやつがこんなところで何してんだ。そりゃあ、もともとこの辺りは神の民たちが暮らす里だったからね。けど魔王軍に襲われて、里のあった浮島をほとんど地上に落とされちゃってね。オイラは生き残った最後の神の民なのさ。そんなことがさぞおつらかったでしょうね。魔王のやつ、むちゃくちゃしやがる。さっきは疑って悪かったな、あんたの気持ちも考えずに。けどよ、なんであんたは助かったんだ。見たところこの場所は無事みたいだが。この太陽の神殿の奥には世界が誕生した時から燃え続けているという聖なる種火が祀られているからね。神の民の里が襲われた時、オイラはたまたま神殿内を掃除してて、聖なる種火の加護に守られて助かったんだ。聖なる種火の加護だって、もしやそいつが。私たちは魔王の闇を打ち払う力を求め、この天空の地まで赴いたのです。もし何かご存知でしたらお教えください。魔王を倒せるほどの力か。聖なる種火は戦うための武器じゃないし、何のことだろう。教えてあげたいところだけど、オイラこう見えてまだ子供でさ、そういう話は詳しくないんだ。何歳なんだろうな。まあ知らないんじゃ仕方ないな。せっかくここまで来たんだ、まずはその聖なる種火ってのを調べてみるか。そうですね。ですがこのままでは。ああ、オイラのことなら気にしないで大丈夫。神の民の名はダティじゃないよ。それに魔王が倒されて太女様が復活すれば、大いなる命の流れもよみがえる。そうすれば死んでしまった者たちも
いつかまた新たな命として生まれてくる。オイラの家族や友達も救われるってもんさ。だから頼んだよ、勇者の兄ちゃん。あんた、こいつのこと。めっちゃ笑顔。可愛いよね、神の民。ロトゼタシャソエナル、タネビー。闇を打ち払う力について何か手がかりが見つかるかもしれないよ。おお。うわ、燃えてる。綺麗だよね。あ。なんかお香があるぞ。なんて清らかで神々しい。この炎が聖なる種火なのでしょうか。これはアザが反応している。何だったんだ今のは。聖なる種火の炎がその器に宿ったってことか。おお、便利だな。聖なる種火を手に入れた。ん、皆様、あれを。これ大樹のね、あの3本の苗木からは。苗木か。命の大樹にも似た不思議な力を感じます。あの木々を調べましょう。何か大事なことを伝えようとしている。私にはそう思えるのです。じゃあどれから調べよう。左から調べよう。よ、何を見せてくれるんでしょうか。苗木に手をかざします。これ、大樹の、あれかな、親戚かな、兄弟の苗木みたいな。ん？勇者たちだ。今の光景、みんなにも見えていたのよね。同じく左手にあざのある方がいらっしゃいましたね。もしや、あの方は。うん、お主ならわかるはず。あの方こそわしらの祖先、伝説の勇者老主様に違いない。まさかこのような形でその勇姿を見ることになろうとは。今のがかつて邪悪の神を倒した先代の勇者たち。なら先代勇者が邪悪の神と戦った時のこと、特に闇を打ち払う力についても何かわかるんじゃねえか。試してみる価値はありそうじゃ。他の苗木も調べてみるかの。そうだね。なんか浮かぶ島で宝石を手に入れた。これは何でしょうね。お、ハンマーだ。何かしら、あの大きいハンマー。先代勇者ちゃんたちの様子からしてただのハンマーじゃなさそうだけど。あのハンマーの形状、武器というより鍛冶用のものに近いが、しかし何のために。そうですね、それにあの場所もどこかで見たような。
考えていても仕方ないわ。次の苗木を調べてみましょう。さっきの、あの、扉があったとこ、サマリウォッコだよね。昔から変わってないんだね。みんなで叩いてる。今の光景は一体？先代の勇者たちは何かの鉱石を集めて特殊なハンマーを使い剣を打っていた。あ、もしかして私たちが見たのはかつて勇者の剣が作られた時の光景なんじゃないかしら。姫様、そうに違いありません。邪悪の神と戦うため先代勇者たちも特別な武器を作る必要があったのでしょう。つまりそれこそが私たちが求めるべき闇を打ち払う力なのですね。先代勇者が作った勇者の剣は今や魔王の手の中だ。だがまだ手はあるぜ。俺たちの手で作ろうぜ。魔王の野郎をぶっ倒すための新たな勇者の剣を。よし、決まりだね。それじゃ情報は少ないが先代勇者たちの足跡を追うとするか。見覚えのある風景もあったし、世界中を旅してきた俺たちならきっと手がかりを見つけられるはずだ。最初の鉱石を採掘していたのはこの場所と同じく天空の浮島じゃったな。神の民殿なら何か知ってるかもしれんの。ハンマーがあった場所はきっとサマディ地方のどこかよ。サマディの王様に聞いてみましょう。思い出しました。最後に見た剣を打っていた山、あれはホムラの里から見える火山のはず。では天空の浮島とサマディ王国とホムラの里に向かうとしよう。そこを巡れば新たな勇者の剣が作れるかもしれん。お姉様と歩んできた旅の日々、必ずや生かしてみせます。ああ、その通りだ。行こうぜ。まずは浮島から行こう。のために神のためにちょっと話を聞くか。お、教えてくれるの。兄ちゃんたちどうだった？何があったかを伝えた。なるほどね、そんなことが。でもそれで思い出したよ、じいちゃんから聞いた大昔の言い伝えを。邪悪の神と戦った人間、つまり先代の勇者は闇を打ち払う特別な剣を作るべく聖なる種火を持って冒険してたそうだよ。兄ちゃんたちが見たのはその時の光景で間違いないだろうね。先代勇者が鉱石を集めてた浮島ってのも多分天空の古戦場のことじゃないかな。天空の古戦場じゃと？しかし何故そのようなところに勇者の剣を作るための材料が。古い話だから詳しくは知らないけど、かつては特別な金属が採掘できた浮島で、それをめぐって大きな戦いがあった場所なんだ。戦いの果てにその金属の鉱脈も失われてしまったと聞いてるけど、もしかしたら。兄ちゃんたち行くなら気をつけてね。
もう何百年もの間、神の民さえ近寄らず、どうなってるかわからない場所だからさ。そのような場所が。ならば、実際に行って確かめるしかあるまい。ケトスで行くか。じゃあ襲われないように気をつけてね。そうそう、もし何をすべきか忘れたら、またオイラのところに来るといいよ。じいちゃんから聞いた話を教えるからさ。みんな、頑張って。忘れていたルーラの行き先を思い出した。ルーラの行き先に、ホムラの里サマディ城下町が追加されました。やったね。ほんじゃあ、まずは天空の古戦場から行きましょうかね。ケトスを呼びましょう。本当にただの浮島って感じ。おわ、闇が広がっている。え、ああ、とても大きな食材のようだ。あ、聖なる旅人、種火を使い食材に本能と申しますか。これで行けるんだね。お本。さあ、先に進んでいきましょう。特別な鉱石ってのは何なんだろうね。気になるよね。あ、なんか書いてある。朽ちた石碑に文字が刻まれている。どうやらかつてこの地にいた神の民が書き残した記録のようだ。この巨大なる島は世界創生の時代より天空に浮かびて大地を見守り続けている。この地はただの浮島にあらず、いかなる闇をも打ち払う神聖なる金属の鉱脈が眠りし場所ない。それをめぐって争いが起きたんだね。さあ、これは何て書いてあるんでしょうか。この天空の島に埋蔵されし鉱石には闇を打ち払う神聖なる力が宿っている。この神聖なる鉱石にて作りし武器はロトゼタシアの未来を守る大いなる希望となるだろう。さあ、下行ってみよう。これは何て書いてある。邪悪の神に従う眷属の魔物たちはこの島に眠る神聖なる金属の鉱脈を狙い、何度となく襲いかかってきた。この島へ舞台にした戦いは激しさを増し、我らと邪悪の神の眷属との間で、たびたび大きな戦いが繰り広げられた。平和だったこの島もすっかり荒れ果て、いつしかこう呼ばれ始めた。終わることなき天空の戦場と。で、古くなったから天空の古戦場っていうことだね。あ、出たよ。どうも。お兄さん、パフパフしない?します。早いな。これも、これどうなんだろうね。準備 OK です。じゃあ目をつぶっていてね。緊張しなくていいのよ。力を抜いてリラックスして。まあ、すっごい筋肉。ずいぶん長い旅をしてきたのね。大丈夫?きつくない?我慢できないなら遠慮なく言って。よし、できたわ。はい、目を開けていいわよ。あ、普通の衣装に戻されるのか。ガッツで飛ぼうぜ、気分はヘブン。レッツパフパフカウントダウン。3、2、1、バンジーパフンパフ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 ンパフパフパフンパフ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 ンパフパフ喋るんだ。
もう一回やってみていい？お兄さんも本当に好きね。もう一度パクパクします。これ以上やると私いろいろはっちゃけすぎちゃうかも。ねえ、それでも本当にもう一度する？押してみます。そこなこっちゃ。じゃあ目をつぶっていてね。緊張せんでええよ。力抜いて、リラックスして。うわ、変わってる。まあ、すごい筋肉。ずいぶん長い旅してきたんよね。大丈夫？きつくない？我慢できへんかったら遠慮なく言って。よし、できた。関西弁。はい、目開けてええよ。ガッツで飛ぼうぜ、気分はヘブン。レッツパフパフカウントダウン。スリーツーワン、バンジーパフ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 。なんでやねん。最後なんでやねんが入ったぞ。天空のパフパフどうなった？もう一回やってもいい？はい、もう一回はっちゃけてください。へへよう、元気か相棒。なんだよ、緊張してんのか。神じゃねえかよ。大丈夫だって、俺に任せとけって。おう、マジか。お前いつの間にこんな。まあここまでいろんなことがあったもんな。おい、ちょっと動くなって。ああ、どうした？おいおい、大丈夫か？ったく、まあそんなところもお前らしくていいか。期待してるぜ、勇者様。よし、できたぜ。それじゃあ一丁行ってみるか、相棒。あれ、神じゃない。俺は信じるぜ、勇者の奇跡ってやつを。あれ、これ声に流れてんの？さあ、行くぜ。ガッツで飛ぼうぜ、気分はヘブン。レッツパフパフカウントダウン。スリーツーワン、バンジー。みんなノリノリだ。パフ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 ン。いや、いいな。もう一回だけ、ラスト一回。緊張しなくていいだわさ。力を抜いてリラックスだわさ。誰これ？リラックス、リラックス。まあすごい筋肉もりもり。ずいぶん長い旅をしてきただわさ。大丈夫？きつくない？我慢できないなら遠慮なく言ってくれだわさ。よーし、できたわ。はい、目を開けて、いいわよーん。で飛ぼうで気分をヘブン。レッツパフパフカウントダウン。スリーツーワン、チンパンジー、バンジー。チンパンジー。
今のは勇者のお父さんですね。いやー面白かった。多分まだいっぱいあると思うんでまあ続きはまた今度やろうかな。まあちょ、これ読んでみるか。だがいつの日かわずかに残された神聖なる功績が再び必要とされるであろう。その時のために我らは守り続けよう。島の奥底に残された最後の米粉、この命が大樹のもとへ帰るまで。もうあったぞ。これかな。これが仙台勇者ちゃんが手に入れてた功績なのかしら。おいおい、マジか。ひょっとしてこいつは。神ちゃん、どうしたの。すげえぞ。こいつは各地に伝わる財宝伝説に登場する古の神の金属、オリハルコンだ。出た、オリハルコン。なんと、オリハルコンじゃと。わしも文献で目にしたことはあるが、この功績がそうじゃというのか。間違いねえ。お宝のことなら俺の専門だ。世界で一番珍しい貴金属としてマヤからも散々聞かされてるしな。まさかこんなところにあるとはな。このオリハルコンを鍛えればとんでもねえ剣が作れるはずだぜ。あ、そうか、それが勇者の剣か。オリハルコン手に入れた。全部取ったのかな。これで新たな勇者の剣の完成にまた一歩近づいたってわけだ。さあ次の場所に向かおうぜ。はーい、これでルーラーで残すとこはサマディか。次はサマディの王様に聞きに行こう。サマディ城下町行きましょう。レッツゴー。おや、勇者の星がサマディに迫っているという噂は本当だったのか。あの球体ね。大樹が地に落ち、世界が闇に包まれた後、突如として落下を始めたそうだ。一体世界で何が起こっているのか。あ、ヨッチ族だ。勇者の星か。ユグノアには老主様が邪神を倒した後、ロトゼタシアを永遠に見守るため天に昇り勇者の星になったという神話がある。めっちゃ登ってる。お主の母エレノアが好きだった老主様の神話、古代の人が作ったおとぎ話に過ぎんと思っていたが、魔王によって世界が崩壊した今この時、勇者の星が落下を始めたことを考えると、そうとも言い切れんか。どうした、人の話も聞かずぼーっとしおって。しょうがないやつじゃの。もう一度わしの話を聞くか。いや、いいです、大丈夫です。おお、そうか、聞いておったならいいんじゃ。いずれにせよ、あの星がこのまま地上に落下すればサマディも無事では済むまい。王宮に向かうぞ。サマディ王に話を聞いてみるのじゃ。あとハンマーもね、聞かないといけないからね。てかパレードめっちゃでかくなってない？気のせいかな。王様何してんだろうな。あ、いるわ。成長したのかな、王子様。ファーリス、危険な真似はよすのだ。父上、
心配いりません。僕があの星の謎を解き明かし、サマディの民を安心させてみせます。成長してるね。勇敢になってるな。おお、そなたか。いつぞやはファーレスが世話になった。そのご尊顔は。久しぶりだな、サマディ王よ。イルノアを忌まわしき災厄が襲ったあの日、四大国会議の日から16年ぶりになるか。後ろにもヒゲがいるね。ロードの事情は全て聞いています。勇者がロトゼタシアに災厄をもたらす悪魔の子だという話はデタラメだったと。デリカダール王の嘘を見抜くこともできず、世界の崩壊という最悪の事態を招いてしまったこと、どうかお許しください。もう良いのじゃ、顔を上げよう。すべてはデリカダール王に取り付いたウルノーガの仕業だったのだ。他の誰に非があるわけでもない。ロードの ありがとうございます。それよりも今は勇者の星のことだ。このまま地上に落ちれば取り返しがつかん。あの星について何か分かってないのか。国の学者たちに調査をさせているのですが、今のところ何も分かっていません。ただ一つだけ気になることがあります。息子のファーリスがあの星を覆う赤い結界に刻まれた文字のようなものを発見したのです。優秀だね。勇者の星に結界が。そこに文字のようなものが刻まれておるじゃと。はい、それで王子は先ほどその文字のようなものを調べるため学者を連れてバクラバ砂丘へ向かいました。わしらも何故勇者の星が落下を始めたのか調べに行くぞ。ロードの、バクラバ砂丘に行くのであれば息子の様子を見てきてくれませんか。どうもファーレスのことが心配で。うん、ありがとうございます。関所を塞ぐ兵士には通行を許すように言いつけておきます。では息子をよろしく頼みます。あれ、ハンマーは、まあ、バグラバ砂丘行くか。おお、なんかやってる。何を言っているんだ君は。ここじゃ文字が見えるわけないだろう。もっと近くに行って調べないと。ビビってんのか。バクラバ砂丘に入るのは危険です。いくら王子といえどもその命令は聞けません。じゃあここから文字を解読できるっていうのか。いやー、たくましくなったね。それは王子ちゃん久しぶり。あ、シルビアさんたち久しぶりだな。無事だったんだ。王様ちゃんから事情は聞いてるわよ。あの星を調べるためにここに来たんでしょ。ずいぶん成長したじゃない。それほどでも。王子として仕事をしてるだけさ。でも皆さんどうしてこんな場所に。俺たちがここに来た目的はお前と同じ。勇者の星の調査に来たのだ。あなたはデルカダールの英雄グレイグ将軍じゃないですか。こんなところでお会いできるとは。俺の名を知っているのか。もちろんです。あなたは騎士の憧れ。僕はグレイグさんの舞台に入るのを目標にしてこれまで頑張ってきたんです。その言葉は嬉しいが、我が隊に入らずとも
民を守ろうとするその勇気があれば、お前は立派な騎士だぞ。グレイグさんからお褒めの言葉をいただけるなんて感激です。時に王子よ、その様子を見るに勇者の星の調査はなかなか苦戦しておるようじゃな。じいさん、そうなんだよ。学者がおじけづいちゃってさ。さすがの僕でも文字の解読はできないし、どうしたもんかと。まあ知らないもんね。ではお主が見つけた古代文字、わしが解読してやろう。え、じいさん、あんたも古代文字が読めるのか。ありがとう、助かるよ。多分バクラバ砂丘の中心にある遺跡のあたりなら文字もよく見えると思う。僕は先にそこに行ってるから。素性を知ったらびっくりするだろうな。よし、向かおう。ここを駆け抜けてきたのか、アリス。やりますね。あれ、倒れてる。あ、倒れてるわけじゃないんだ。見てんのか。ちょっとちょっと、王子ちゃん、何寝てんのよ。星を調べに来たんじゃないの。こんなに大きな星を真下で見る機会なんてめったにあるもんじゃないから、記念にさ。いやー、すごい。みんなもやってみなよ。いや、首が痛くなるな。王子ちゃん、あなた結構肝が据わってるのね。ブル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 。それはそうと、この遺跡って何なのかしら。こんな荒野のど真ん中にポツンとあるなんて不思議よね。そう、じいちゃんのじいちゃんのそのまたじいちゃんの時代からあるらしいけど、詳しくは知らないな。勇者にしか見えてないんだよね。作られた時は大切な役割があったのかもね。なんだか五代のロマンを感じるわ。確かに星には何やら文字が書いてあるようじゃな。早速調査を始めるか。なんかやってんね。もう少しじゃ。まあそう焦るな。もう少しで解読できるからおとなしく待っておれ。お前は何なんだ？何せば、ハゴルリン。ん？いえ。ふ、までもなかったか。ハウェベロス、ハンネアム。あ、バレてんの。どうしたの？独り言なんて珍しいわね。知らせです。おいおいはーす、レオコマダンエレーチ。我が元へ来たり来たれ。なんかあるな。なあ、ちょっと何、何が起こったのよ。見ろ、星が。ちょっとちょっと、星が落ちてくるじゃない。
おや。ロー様、ここにいては危険です。早くこの場を離れましょう。待て、もう少しじゃ。もう少しであの文字が読める。限界です。さあ、早くこちらへ。おや。今度は何なんだよ。ウルノーガさんじゃね。バーリス飛んでったよ。これで世界は我のものなり。また言ってる。あれは魔王の剣。星が消えてしまった。あの星は本当に勇者の星だったのか。それにあの剣を持った魔物は一体。何言ってるんですか、グレイグさん。あれは救世主ですよ、救世主。救世主がサマディを救ってくれたんです。これでサマディは安心だ。王国のみんなもホッとしてるんじゃないかな。じゃ、僕は先にサマディに戻るよ。何か用があったら気軽に王宮まで訪ねてくれ。消えてしまったが、あの星にはニズゼルファという古代文字が刻まれていた。ニズゼルファとは一体何なのじゃ。それじゃあサマディの王様ちゃんにニズゼルファーって言葉に心当たりがないか聞いてみましょう。何かわかるかもしれないわ。泣いている。あ、まだいる。てんてんてん。じゃサマディ王国戻りましょう。じゃサマディ王に報告してハンマーのこと聞こう。聞けるかな。ウィス、どうも。お二人ともよくぞ戻られました。勇者の星がいきなり砕け散ったので心配していたのですが、無事で何より。ファーリスから話は聞いておりますぞ。星が落ちてもうダメだという時に救世主が現れ、あの星を切ったそうですな。救世主かどうかは分からんが、まあそれはいいのじゃ。それよりお主に聞きたいことがある。わしが見たところ、星を覆う結界にはニズゼルファ、そう刻まれておった。この言葉に何か心当たりはないか。ニズゼルファ、聞き覚えがありませんな。空に浮かぶ勇者の星に刻まれたこの言葉、と深い意味があるはずなのじゃが、
方がない。わしらには魔王を倒すという大事な使命が残っておる。先を急ぐとするか。ロー殿、魔王退治の旅、私たちも微力ながら応援いたしますぞ。もし困ったことがあれば何でも言ってくれよ。今度こそ僕が君の力になるからさ。じゃあハンマーちょうだい。ああいかんいかん、忘れておった。老主様が持っていたハンマーについてサマディ王に尋ねてみるとしよう。ハンマーください。知ってますか？お二人ともわしに何かご用ですか？サマディ王よ、漠然とした話で申し訳ないのじゃが、この国にある巨大なハンマーについて心当たりはないか？魔王を倒すためにどうしても必要なのだ。神話の時代サマディにあったことは分かっておるのじゃが。ハンマー、ハンマー。おお、もしや王家に伝わるガイアのハンマーのことか？ファリスよ、宝物庫にあるガイアのハンマーを持ってくるのじゃ。はい。あ、まだ売ってないんだ。おお、これじゃ。これこそ大樹の記憶の中で見た老主様が持っていたハンマー。父上、いいんですか？これって来年のファーリ祭のために行商人に売る予定だったハンマーじゃ。売る予定だったのか。あ、バカも黙っておれ。ガイアのハンマーはフトの時代からサマディ王国に伝わる貴重な宝物だ。いや、売ろうとしてたんでしょ。しかし今や魔王を倒せる者は勇者であるお前しかおらん。もし必要ならば喜んで渡そう。さあ、ガイアのハンマー手に入れましたね。伝承によるとそのハンマーには大地の精霊の力が宿っているそうだ。それで叩けばどんなに硬い金属でも鍛え上げられるって話さ。それじゃあ皆さん、魔王退治の旅頑張ってくださいね。いい報告期待してますよ。何今の音。ほんじゃあ次はホムランの里ですね。行ってみましょう。ホムラの里、レッツゴー。私が見えるのか聞くまでもなかったな。それではお前が過ぎ去りし時よ。さあ我が物